はい、どうも、こんにちは、沖縄おばばです。はい。はい、今日もね、えー、キャリーケースの中でね。はい、コロンとしてます、ミキちゃんがね。はい、いい感じですね。えーとですね、えー、まあちょっと、あのー、最初に、えー、雑談してしまうんですけど、えー、あのー、なんというかね、ちょっとコメントに書けなかったんで、えー、えー、まあ えー、カ,ナカナダに住んでる方でね、猫ちゃん飼ってらっしゃる方がいるんですけど、はい、えー、まあ、もしね、できましたら、まあ、日本にも、日本には結構これ存在してるんですよ。はい、えー、いわゆるね、漢方、漢方で、えー、動物を見てくれるところがあります。 はい、えー。西洋医学のお医者さんだとね、カナーのダハーとかだと、もうちょっとね、えー、猫ちゃんの具合が悪くなると、もう安楽を進められるみたいなんで、えー、そういうのがあ、まあ状況がね、嫌だったら、あこういうふうなね、えー、あれもありますよということで、えー、お伝えしておきたいと思います。えー、っとですね、えー、注意ですね、注意。 あのー、漢方と書いても多分あ出てきません。はい。えー、中、中です。中ですね。中の医学の医です。はい。中医い一つ開けて、中、えー、医と書いて検索してください。はい。えー、そうすると多分ね、 ええーまあ、カナーのダーあのー、C の国の人たち多いんで、必ずいます。はい。検索かけてみてください。多分、あのー、普段はね、えー、中国語で診察をしてるとは思うんですけど、英語も通じます。はい。カナダなんかに、えー、移住するようなああ、こういったね、資格を待った中医学の、えー、ドクターなんかは、 えー、英語も通じます。なので、えー、そうやって検索してね、えー、行くといいかもしれません。はい。えー、かなりね、えー、何て言うのかな。中華系ですね。中華系の方かなりカナダに移住してるんですよ。あのー、富裕層が。はい。えー、なので、えー、医師もね、はい。医師や獣医師も、この中に、 えー、多分、あのー、多く含まれていると思います。なので、注意、注意ですね。中、中、まあ、中国の医学ということで、注意。で、一つスペースを空けて、注意と書いてね、入れて検索してみてください。多分、出てきます。はい。えー、もしね、えー、あのー、何かね、困ったことがあったら、 相談できるかもしれません。はい。沖縄はね、えー、まあ、那覇にはないんですけど、隣町までね、えー、まあ、タクシーで30分ぐらい、30分から1時間ぐらいかかるんですけど、えー、行ったところにはあります。はい。注意学のね、獣医さんが。はい。えー、今回ね、ちょっと、まあ、いろいろ考えてちょっとやめたんですけど、まあ、そういうことですね。はい。 えー、まあ、き、あの、ミケさん、あの、大丈夫ですので、もうね、あのー、うんち出るようになりました。はい。水分不足だったようです。はい。えー、まあ,あ、そうなんで、えー、ぜひね、えー、そうやって検索して、えー、行ってみてください。はい。よろしくお願いいたします。えー、あとですね、 えー、まあ、これが、あのー、メインの話題じゃなかったんですけども、申し訳ございません。えー、メインの話題です。はい。えー、これ、たまちゃんの暇つぶしさんからなんですけど、ちょっとね、ちょっと気になることが日本の中で起きてきました。気をつけてください。これ、あのー、老の人がターゲットになってます。何がかというと、うまい投資話です。はい。えー、いわゆる、ね、債、え、券、ー、ですね。 はい。とある債券です。これね、かなり問題になって、消費者金、消費、消費者庁ですか消費者庁でも、えー何、何百件もね、被害届が出されてるんですよ。はっきり言って、素人が扱えるもんじゃありません。今ね、こういった、何て言うのかな。あまり良くない投資を、 あまり質の良くない投資をね、素人さんが本来できないような投資を銀行が進めてきます。はい。えー、もう一回言います。えー、銀行が言うことだから大丈夫だろうって安心してはいけません。こういったね、素人には手に負えないような投資を銀行が進めてきます。 なので、皆さんこういったね、投資話には絶対に乗らないでください。銀行が進めてきます。何かの証券会社とかではありません。えー、まあ証券会社も進めてきますけどね。えー、なので、お金持ってる方はね、何かに投資したいっていう方は、まあ現物投資がね、一番、あの、硬いと思いますよ。 金とか銀とかのね、現物投資が一番硬いと思います。今ね、あのー、現物値上がりしてますからね。はい。現物はまあ、値下がりしても、そんなに、まあ、下がることはないんですよ。まあ、ひどくね。はい。えー、なので、もしね、何かにどうしてもお金があってね、投資したいっていうんだったら、あーまあ、現物にね、投資される方がいいんじゃないかと思いますよ。金、銀、プラチナなんかですよね。はい。 えそういうことでございます。はい。ちょっと今ね、えー、これ被害が結構出てても、金融市長なんかは、もう無視してると。はい。日本はね。もう、ひどいことになってます。はい。ここまでね、まあ、日本のね、まあ、道徳観念がダメになってるっていうことなんですけど、えー、気をつけてください、本当に。あの、投資なんかには、 とうまい投資話には乗らないようにえ、とんでもないことになります。はい、えー。言ってることは信用できません。はい。えー、銀行でもね。はい。えー、人をき基本的にね、人間はあ信用しないようにしてください。はい、えー。人間の組織はね。はい。そういうことです。えー、まあ,あー、銀行とかね、アウト、あ政府もね、えー、所詮、 所詮神様じゃなくて人間が作ってる組織にすぎません。そのことをよく頭に入れましょう。こちらの記事も貼っておきますんで、えー、見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。あら、もう寝ちゃってますね。はい。